疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、待望の企画です。なんか もともとはなんかやっぱさ、あの訪問販売とかすごい高いんですけど、まあ、そういうのを、まあ、画面に出していきたいなって、ね、今日本当ちょっと危険だけどね、はい、で訪問販売業者を今見積もり取って、今日それって本当の業者を取ってる、本当の業者で、まあ、ちょっと多分モザイクかかると思うけど、はい、京子ちゃんモザイクかかって、その人もモザイクかかるみたいな、はい、分かりました。で途中からちょっと僕参加するんで、で、まあ、僕がちょっと最初は分かんないふりして入っていくんですけど、まあ、後半ちょっとグワグワ、うん、途中で入ってきてくれるんですね、社長が。はい、まあ、いくらぐらい出してくるか分からないんですけど、はい、まあ、大体ね、これ結構ここ誰のお家なんですよ。これね、社員の家です。あ、社員さんの家、ね、名前言えんけど、まあ、社員の家を協力して借りてます。立派なお家ですね、うん、実際に本当に、まあ、うちでもう塗り替えようかなって言っとるんで、あ、まあ、実際にじゃあ訪問販売業者がうちより安かったら、まあ、それは訪問販売業者やるよね。そういうことですね、うん、で飛び込み業者に頼んでます。はい、分かりました。だいたいこれ200ちょいぐらいかな、230ぐらいなんで、平米数でいうと、まあ多分うちでやると防水やって、あの外壁のシーリングとかも全部やっても、だいたい150から180ぐらいかな、みんな見てる人だと。一般のお客様出しはやっぱ180はいかんのじゃねえかな、屋根までやってね、全部やってです。で一体じゃあ訪問販売業者がいくら出してくるか、ちなみにこういう腕でいくんでね、最後ねこれで入ってくる。はい、わかりました。で、あの弟だね。弟役。弟役。弟、お姉ちゃんで。お姉ちゃん。行きますね、朝。ね、俺はまあ知らん人ぶって。システム会社の社長っていうか。それ金を持ってる感じでね。金を持ってますね。小金持ちで行きます。小金持ちな感じで。行きます。ね、じゃあ皆さん、もうこれ本当にすごいことになると思いますので、楽しみに見ててください。はい、行ってきまーす。どうぞこちらへ。はい、どうぞ座ってください。はい、今ちょうどもうちょっとあれしないとなって、もう15、6年経ってるから前やって、はい、あ、前回は15年ぐらい前に塗装ちょっと塗装したんです。そうなんです。で、ざっとちょっと見積もりをね、取ってほしいなと思って、はい、うん、はい、で、どんな感じなんですかね。ですね、うん、あの使う塗料によって、これ書いてますけど、うん、まあ、塗料いろいろと種類ありますけど、うん、あのそれぞれ特徴がありましてですね、うん、まあ、あの20年以上長持ちする塗料まであるんですね、うん、向きね。あとフッ素塗装とか、そう、はいはいはい、あ、ご存知ですか、フッ素とか。まあまあ普通にフッ素ってあるフライパンとかの塗装っていう感じか、そういう感覚なんですけど、そうね、うん、あのフライパンのテフロンのフライパンってのはフッ素なんで、うんうんうん、わかりました。じゃあちょっとざっとでいいんで、はい、見積もりを出してもらいたいな。まあ、そこからじゃなくてね、お話がね、そうです、そうです。できないのにね。そうですね。うん、あの、ご予算もあるでしょうし。うん、そうですね。うん。あの、予想とも100万あると思います。はい、はい。もう午前中では見積もり出してたんですか？まあ、ざっとだったけど出してくれたんだけど、本格で見積もりはちょっとなかったんですけども、はい。今、うちも含めて2社、で、見積もり。そうですね。はい。はい。わかりました。ちょっと一回、ちょっと計算。はい。わかりました。まあ、とりあえず、どれぐらいかって。はい。わかりました。はい。お時間大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあ、ちょっと行きますね。はい。お願いします。また終わったらピンポンしますね。あ、はい、わかりました。すみません。お願いします。はい。まあ、ちょっと待ってください。まあ、計算してみましたんで。はい。もうまとめちゃったんですけど、はいはいはい、屋根も一緒ですよね。そう、屋根も一緒ね。屋根も一緒、屋根も一緒だと、もう壁合わせと一番面積広くなるんで、うん、単がここになるんですね。わかんないとわかんないんだけど、ね、全くわからないから、どこが安いのか高いのか、何を使っていいのか使って悪いのかっていうの全然全くわからなくて、あ、来てくれました。あ、こんにちは。おかわり。あ、今ちょうど来てもらってて。うん。こんにちは。あ、はじめまして。見積もりを出してもらってて。出たんですか？うん、出た。
今ちょっと拝見しまして、ですね、今ちょっとあのお姉様にはご説明したんですけど、壁と屋根を塗装すると、もうまず結論からお話すると、時によってメタが来ちゃうんですよ。午前中の業者は高かった。300万ぐらい。塗装じゃないでしょ、塗装、塗装ですよ。塗装とあれをつけて、あれをつけて。いやねえよ。うん。そうですね。一番いいトロでやると200万。そうそう、この向きでだ。トロでやると170万。うん、今私、数あるトロの中で、うん、おすすめは、ちょっと高い方が会社売り上げ上がっていいんですけど、ちょっと全く別の話にして、うん、このハイブリッドライジャーっていうのは、150万です、屋根壁で。で、今、お姉さんも話したんですけど、フッ素もいいですけど、私、十何年前からフッ素随分、日本ペイントのフッ素を、東海地区でも随分やったんですよ。で、10年、その頃、日本ペイントパントには20年大丈夫って出てた。うん、で、それを信じてほしいですね。だと思ってやったんですけど、今10年経ってみたとき、午前中の人も日本ペイントって言ってたのかな、はい。プロは何買うのか、これは、これも日本ペイントなんですけど。これもプロの名前だ。そうですね。会社名も同じなの。そうです。OEM になってるので。ああ、そういうやつかな。怪しいよね、そういうの。うん。だから、これはそうなんですけど、うん、これは、ハイブリッドラジカっていうのは、これ日本ペイントのパーフェクトトップっていうメーカー名の商品ですから。メーカー品ですから。これはちゃんとしたやつなんですか？いや、みんなちゃんとしますけど、間違いないですね。これはなんか変な怪しいもんね、これ。いや、これは経営ケミカルっていう特殊塗料メーカーのブランドなんで。外壁のシーリングみたいなのをやるんですか？入ってますね。コーキング入ってますね。11万円。これは安いな。これはもう、要は。1万も1000万円。その、目地によるんですけど、目地撤去すると高いんですよ。今の目地。上から打つのは。増し打ちはもう安いですよ。でも、こんな500メーターとか700メーターぐらいあるでしょ。だから全、要は、下塗りするんで、うん、下塗り前にコーキングするんですよ。だから、悪いとこだけ打っていって、あと下塗りするので。全部はやらない。全部やらない。いや、なんかね、聞いたのは全部やってもらった方がいいよ、とか言ってたんですよ。それは、これ ALC なんですけど、うん、ALC で二通りあって、うん、全部取ってやるということと、全部打ち増しする方なんですよ。うん。あれで、取ってつけるか、なんか、上からでもいいんですよね。いいです、打ち増しでいいんですよ。これはもう、1万1500円だ。うん。ってことはもう、やる。もう材料だけですよ。だけどね、この間もやっとったら、職人さん2人ぐらいで3日間かかってやっとったよね。それは多分撤去処分に入ってるんですよ。ああ、いや、ALC の家で上からやってたよ。これ全部やる？全部やってくれる？縦目じゃ全部やりますね。いや、俺後で工事始まって全部やってくれなかったら文句言うてね。もちろん。確かに文句言うけど。いや、1万円でやれんでしょ。いや、材料代だけなんですよ。下地調整のね、コーキングを含むっていうのは何なんだろうな。ちゃんとね、こういうのを見積もりね、僕も結構上でやるもんね。うん、後で一体感になるんで、見積もり書だけはきちっと作っとかなと。はい。要は、コーキングは、撤去処分の時には、だいたいメーター500円もらうんですよ。うん、撤去して、新しく次はメーター500円。うん、例えば500メートルだったら、それで25万。うん、だ撤去はかなり手間くるんですよ。うん、撤去してくるのは。で、撤去して新しくってくると、コーキングたくさん使うんで、500円はいるんですよ。うん、これ上から打つといくらぐらい？内から打ったらもう、材料足したら、数万がかかんない。なんかネットで見るとね、もっと何百円で、逆になんかその、1000円とか、700円とかでだったかな。撤去処分、それは多分、職人はだいたい500円になりますよ。だそれを、例えば500円かかるものを700円とか1000円で見積もりしてるかもしれませんけど。ということで、これ上から全部ちゃんとやってくれるってありますね。で、施工写真も全部。もちろんです、もちろんです。ああいうね、なんか。毎日毎日やってます。シーリングで調べるとね、雨漏りで調べたの。なんか、糊っていうか、プライマーみたいな、ああいう糊みたいなね。はい。接着剤も塗るじゃん。あんなの全部入るの、これ一枚。なんかネットで見ても全然違うね。でもなんか安いんだね、やっぱりじゃあ。安いで。逆にかかるんだったら、もうきちっとやってほしいもんね、僕。はい。防水の話すると、
例えばこれが防水床塗装じゃないですか、うん。で、この上に防水層があるんですね。うん、防水層が。はい、これは、多分3層ぐらいになってるんですよ。防水層が。うん、ウレタン、例えばウレタン塗膜防水を3回ぐらいやってるんですよ、うんはいはい。そういうことですね。これで防水が完成して、最後に、このウレタンを守るためにトップコートっていうのがしてあるんですよ。うん、これが上になるんですか？そうです。でこっちが下これが上ですね。はいはいはい、で、15層があって、うん、躯体があって、層があって、これが、何ですか、これ、上面が。これがトップコート。トップコート。で、なんでやるかっていうと、ウレタンは紫外線に弱いんですよ。紫外線に弱いので、ウレタンの紫外線が守るためにトップコートするんですよ。で、10年、もう防水メーカーに10年経ったら、トップコートだけはしてあげてくださいねと。でもなんかトップコートなんか、平米1500円とかでできるとか言うじゃないですか。それもない。そう。まあ、4000だったら樹脂みたいな感じじゃないですか。違う。いやいや、遮熱トップといって、熱を持たない塗料なんですね。遮熱を使ってくれる。遮熱トップですね。屋根もそうですけど、屋根も遮熱なんですよ。いや、もうきちっとしきるならね、この値段だもんで、ね、全然、1社目より安い値段だからお願いしたいんですけど。遮熱タイプです。で、これは、抗菌は目地。まあちょっとこれ1万円ぐらい安いのかもしれませんけど、目地とか、サッシ周り。1万円が逆に怪しいんだよね。安すぎても怖いって。だって300万って言っとったのが150万って、150万の差って何ってなっちゃうし。まあ、お金があればね、ウェブ会社やってるし、まあ、それなりにあるから、ちゃんとしたこと逆に言ってほしいから。で逆に私、反論でも、300万って、塗料何を使って300万になるんですか、うん、いや、なんか、向きだな。向き。向きを使って。向きを使って。うん。何種類か。まあ、屋根も向きですか？屋根は、カバー。うん。で、もしうちと同じ比較されるなら、200万かかりますけど、うん、壁。で、プラス50万。250万してもらえば、うん、屋根を、ガルバリウムのカバー工法できると。で、この辺の防水はどうなんですか？そこの防水とかもね、ちゃんとシールも。ただ、うん、防水もちょっと見てみないと、状況見てみないと。逆に言うと防水入れると、防水濡れてそんだ、うん、防水をちゃんとしたやつやるってことなんですか？ですね。もうね、聞いてる話は、ね、ちょっと電話してみようかな。知り合いに。あんまり知り合いに頼むと、絶対やらなくなるでしょ。知り合いに頼みたくないんですよ。これを、ベランダを防水やったら、14万ぐらいかかりますよ。防水の14万だったら変わんないじゃん。1万円とか6万円プラスでしょ、うん、だったら樹脂入れてもらった方がいいよね。ただ、塗り物だけってことですよね、これは。そう。塗料を塗るってことですよね。そうです。うん、それで14万 ?14 万。で、樹脂とか入れたらもうちょっとかかるってこと、そのなんか。樹脂を入れて14万。樹脂。要は防水塗装、防水工事だったら14万。うん。要は、なんで値段が違うかというと、うん、このベランダの床を触るのは塗装の職人じゃないんですよ。防水の職人が触るんですよ。うん、で、割高になるのは、要は塗装の職人ずっとやってますけど、終わったら最後防水屋が入るんですよ。うん、で、わざわざその床だけ出してるでしょ、うん、床2箇所、ベランダだけやってもらうと割高になってるのは確かにそうでしょ。8万円。大型物件結構。これぐらいでどれぐらいですか？きちっとそのね、安全面とか事故のこともきちっと、ね。800前後だと。800万。安いな。そんな安いんですか？これちょっと私担当じゃないんでわかりませんけどね。市営みたいな感じですよね、それ。そうね、あ、これ私担当ですわ。これトヨタですよね。それでいくらぐらいですか？これもこういう屋上やったんですね。うん。これで、あまり値段って言ったらあれですけど、うん、700万、そんなにするんですか？壁と、3倍ぐらい出しようとしたの。だから壁の状態によりは、こっちはタイルが多いんで、うん、タイルは交換っていうか、悪いタイルで、外壁のこういうふうに直してですか？そうです、こういう目地も、ここは全部目地撤去したんですよ。撤去。テープ貼ってますよね。これ、うちもこれ1万円で全部テープ貼ってやってくれるんですか？もう、いわゆる、塗装の職人入ってくるんで、
我々はその、付帯といって、付帯の手間賃を出すんで、その中でやってもらうんですよ。シーリングを全部やる。やるって。間違いなく。間違いなく。買ってやつが。そう、こうやってね。ただ、こちらは撤去はしません。ALC なんで、あんまり撤去しない方がいいです。1万1000円であれですか、シーリング。いや、その、これは材料しか見てないんで、あとはもう手間は我々出すんで、職人に。そうです。シーリングちゃんとやってもらわなかった。お客さんのシーリングをちゃんとやらんてね。ただ、こちらの山本さんの場合は、うん、ALC の、さっきメジでずっと言いましたけど、うん、状態は非常にいい状態。午前中はなんかダメだって言ったんだよね。いやいや、悪いのはもっと、もっと、本当にそれこそ、ALC っていうのは、こう、ひどくなると、メジを撤去しなきゃいけないんですよ。削るんです。ここも雨漏りしちゃうんですよ。うん。差し回りですか？差し回り。それでも大丈夫。大丈夫ですね。大丈夫。大丈夫じゃないでしょ。いや、いやいや。縦目地、縦目地。いや、縦目地なんかは、縦目地なんかは、今現在は、これ撤去しない、せずに、打ちまして大丈夫です、ね。ちゃんとやってくれるのは、本当にね、この値段だったら、もう今日でもお願いしたいぐらいです。で、差し回りは、今日契約したらちなみに安くなるか。いや、もうや、もうや安くしてやるんで。ああそうか、もう。まあ、この値段ぐらいで。だから、これが屋上ですね。防水をちゃんとやって、その、何ですか、それは。じゃあ、屋上は、ウレタン塗膜防水しましょうか。ウレタン。うん。塗膜防水っていうのと、うん、で、シーリング。シーリングとコーキングの違いってのは何ですか？一緒です。あ、同じなんですか？うん、あ、読み名が違うだけなんですか？そうだね、うん。で、それも全部やってもらって。やって。で、ただし、ちゃんとね、安心するように、その安くやってもらうよりも、きちっとやってもらった方がいいと思うんですか？プラス6万ぐらい足していただければ。シーリングですか？いやいや、防水。防水。6万ぐらい足していただければ、うん、トップ工事じゃなくて、うん、ウレタン防水しますよ。ダメな防水。2階道場さんとしてます。はいはいはい。あそこの人が、まあ、ぶっちゃけ知り合いで、よく聞くんですけど、ただ、まあ、やるとき声かけてって言われてるんですけど。あそこを、ネットでやってらっしゃるのもね。僕はあまり詳しく知らないですけど、結構大きいでしょ、あそこで。大きくなりましたね。そうですよね。今ネット時代なんで。ああ、そうなんですか。ホームページでやって。で、1棟55万円でやりますよ、みたいな。いや、値段を聞いて、で、知り合いだからね、やっぱ頼むと断りになるでしょ。決して、知り合いですか？はい、知り合い。塗装屋さんなどで繋がってるんですか？繋がってないですけど、お客さんで相見積もなるじゃないですか。はい。塗り替え道場さんとか。はい。で、やっぱり安く出されるんですよ。うん、うち150万ありましたけど、130万とかね、はい、平気で出されてくるんですよ、うん、なかなかちゃんとした工事になってない。なんかそこのね、知り合いが言ってたのは、シーリングをちゃんと やらなあかんよっていうことを言ってたんですけど、はい、ここはどうなのかなと、まあね。どうやって信用しやいいかな、安いもんでいいんですけど、多分、二階道場さん、もっと高いでしょ、多分。いや、二階道場さんはうちより安い。安いですか。ただ正直言って、いろんな裁判方とか多いじゃないですか。だから、あそこの会社は裁判が多いんですか？え、お知り合いですよね。うん、いや、聞いたことない。聞いたことない。そういうのも私、お客さんよくある。だから、安いんで、やっぱり、社長さんがなんかちょっとあれだもんね、お茶きそうな感じですもんね。知らないです、私。そうですか。だから、そういう職人さんもこう叩いて叩いて、やってるんで、トラブル多いらしい。あんまり、業界ではいい噂がないんですか？悪口じゃなくて、聞いた話ですよ。僕もね、知り合いで、まあ、おしゃれなら今回、いや、もうこの2社で決まらんときは、まあ、2回どうぞ相談するか、なんですけど、言うとやらないでしょ、あそこは。知り合いだとね。いや、そんなことだったね。たまにね、お世話になっとるんですよね。違うことでね。あ、そうなんですか。ちなみに、どれくらいなら、シールを全部やるとどれくらいなそうですか。何ですか。シーリングを全部やるといかがいなそうですか。普通にやると、普通にシーリングだけの見積もりすると、まあ、500、だいぶ、縦目地、差し回り、多分700くらい行くかな、700くらい。で、打ち増し。17万くらいかかるでしょ。ああ、そんなもん。普通に見積もりする。300円ですか ?400 円で。そうですね。あ全部きちっとやってくれる。窓周りも全部入ってるんですか。で、これを、じゃあ、17万かかる根拠は何かっていうと。いや、いいでしょ、17万。いや、いいですよ。逆に安いな。材料が、何ていう材料使うんですか？変性シリコンですね。変性シリコン。うん、
ペンキが乗りやすいシミ。8から10でしょうね。8から10のいくらみたいなのが、チューブみたいなやつですね。そうですね。1本から返すんですか？あれピンキーなんですよ、うん。ホームセンターで買うのと材料で買うのとちゃうんで。ちっちゃい一本細いやつ、ね。そうです。ガンつけてね。チューブって感じです。あれ何本ぐらいですか？あれですか？サッシ回りがちょっとあれですけど、15本から20本使うんですよね。15本じゃ少ないでしょ。だって打ち増しですよ。ホームセンター売ってるでしょ、うん、400cc か 500cc ぐらいしか入ってないでしょ、あれ。3メートルか4メートルぐらいでしょ。いや、そんなことないです、そんなことないですよ。あんなやつで。あんなもん3メートル4メートルでみんな買う。500メーターを11本で売ってるんですか、うん、打ち増しですよ。打ち増しにしたってどんだけペラペラに打つってこと？いや、ペラペラっていうか、打ち替えだと、500メーターで、つまりで何です？ 500 メーターあるとして、うん、割る11は1本63メーターあれで ?10、私今何本出ました ?11 本。11本出ましたね。15本から20本出たんですよ、私。20本で見てたもんよ。割る20本 ?20 本ぐらい。20で。35メーター。そんなもんでしょ。35メーターって言ったら、あと、ある死んだって、こんな、家庭のコンピューターだって5メーターぐらいしか見んのに、家でさ、いや、あるの使うけどさ。5メーターってないでしょ。打ちました。35メーターですよ。35メーターじゃなかったですよ。無理でしょ。いけるんですか？いや、いけるんだよ。いや、20本。それはちょっと信用できんわね。20本でいけるんじゃないですか。35メーターです。打ちましたら。うん。で、35メーターってことは、ここ、密集ですよ。家のこの外周。このね、8畳一間の。9メーター、9メーターでしょ ?9 メーター。いや35メーター。35メーター。一周ですね、1本で。いやいや、一周って35メーターで、1本ぐるっていける。あんなこのホームセンターで俺買ってきてさ、うん、しょっちゅう使うけどさ、はい、あんなの5メーターぐらいしか伸びないじゃん。打ちましたよ。これ家具とかもさ、これもキッチンとかもやったりさ、うん、マンションとか使うの。どういうのシーリングのやつでしょ、うん、このホームセンター売ってるやつじゃないですか、うん、あんなみんな、名前は違っても、内容は違うけど、大きさは全部一緒でしょ。でも、ずっと売って、ヘラで伸ばしますよね。うん。打ちまして。伸ばしますよ。うん。うん、キッチンとかは全部僕自分でやるんですよ。はい。まあ、部屋のね、キッチンの家代とかは、業者さん頼むと高いもんで、うん、で自分でトイレとかも全部やると、シーリング一本で、トイレと、キッチンちょっとやると、うんもう一本すぐなくなっちゃうよ。うん、キッチン一本持たないもん。うん、まあ、それを35メーターもいけるってことは。うん、35メーターってことは。要は、その、まあ、シーリングで。家一周できるってことでしょ。うん。まあ、ほぼ、違う。10メーター、10メーターの。7メーター、7メーターでも。うん。20。30。20本でいけるのかな ?25。うん。30ぐらいいるのか。100本ぐらいいるんじゃないかな。そんなにいらない。そんなに使ったわけもないし。いろいろあるだね。わかんないな、これね。見たぐらいだって思うけどね、俺は。いや、ほんといけんもん。だって、あれで材料費いくらぐらい見てるんですか？あの、私は10万ぐらいで見てますね。だって、ホームセンターで？ホームセンター、まあ、1000円ぐらいでしょ？うん。材料メーカーはもっと安く仕入れますよね。1000円以下ですか？ 1000 円で要は、その、我々頼むときは、なんていうんですかね、缶で買うんですよ。缶。あの、缶で買ったら持ってやすいよね。安いです。4000円ぐらいで。いや、缶があって、厳密に言うとね、缶を待っていて、缶を中で練るんですよ。練りながら。練りながら、これを使うんですよ。へぇー。だから、チューブ換算するとあれですよ。缶の方が安いでしょ。安い。これネットで調べる。4000円ぐらいで売ってるじゃないですか。これ缶。6リッターで4000円とかで。ネットで僕、結構調べておいてね。塩性シリコン。あ、もう、見えますか？こういう、だけど、缶だったら、だって20本ってことでしょ ?500cc で20本なもんで、10本で 5リッターでしょ ?10 リッターしか使わないってことは、もう2缶でいいってことですもんね。缶で 500cc が350なもんで、うん。ってことは、20本使ったら、
10リッターぐらいあるもんね。あの丸缶だったら、日本でいうのね、日本だったら8000とか9000になるね。これ、ネットで調べると、感じだと。大丈夫ですか、ね、いや、8000、9000で無理ですよ。だけど2缶でいいわけでしょ。500のやつが20本でいいってことは、どう考えても、だって10リッターでしょ、うん、5リッターなのね、10本で。ってことは20本で、10リッターなもんで、丸缶で6リッター入っとるの、ね。だから丸缶でも、丸缶でやる、まぁ、あ、ちょっと材料関数ちょっと私今、4000、5000。計算してませんけど。どうもね、これ見てて。だから、8万から10万ぐらいかけていけば、小西シールで、はい、3942円。こちらペンギンシールとかね。ペンギンシールですかね。サンスターだかな。サンスター、ペンギンシールですか。ちょっとそれ、いや、工事やる。ご主人頭良すぎて私ついてる。僕も工事やるときチェックしなあかんもんで、ね。あのね、やっぱり塗装屋さんは怖いで、あの、塗り替え道場さんも怖いじゃないですかね。まあ、車掌さんも怖そうだもんで。うん、頼むと多分もう頼まなかったもんだよね。音が使います。えそうですよね。まあ、でもそういう人だなんで、大きくやっていたんですよね、きっとね。3100円ですよ。人かな？うん。やっぱりそういうね、インチキとか、やっぱこういうことやって、大きくしようとか。いやいや、そこまで言ったら悪くないです。ただ、そういう話も一部ありますよって話ですよ。ああ、そういう、業界では噂があるんですか、やっぱ。うん。まあでも、でもお客さんは、に、安くやってるお客さんもいるので、喜んでる人もいると思いますよ。結構マンションもね。だから、いい工事か悪い工事は別に。マンション結構持っとるもん、ね。安ければいいという人もいっぱいいるじゃないですか。で結構マンションオーナーグレーンでね、やっぱ同じとこ使うもんで、うん、やっぱいい塗装屋さんがおるとね、はい、うちらは大型物件できる班が、3つあるんで、うん、もう、要は、2人3人でできる話じゃないじゃないですか。ああやっぱりもう5人多いか10人入ってやらなきゃいけないじゃないですか。これちなみに3132円です。うん。ペンギンシールね。うん、これ高いね。これですか？使うやつは。ペンギンシールもよく使いますね。うん、きちっと使うやつもしよければ出してみよう。3800円とかで。同じやつじゃないですか？これプロ仕様じゃないか？プロ仕様ですよ。ペンギンシールとはプロ仕様です。だってそうするとこれ2缶しか使わないってことですか、ね？いや、もっと使いますよ。4リッターだ、これ。そうです。リッター計算で、僕も現場が安いって聞いたんですよ、僕は、ね、塗り替え道場さんから。うん。僕も現場で、その、関数を見てはいないので、何缶使ったとか、あんまり。まあ、ざっと言ったら、その、あれだよってことで、ね。ちゃんと言ってくれないんですよね、ちゃんと。じゃちゃんとは言います。僕も講師はしまったら、そんなこと言ってませんって言われると、ね、僕も毎日来れるわけじゃないもんね。はい、姉はなかなかね、やっぱり建築のことは。全くわからないから。僕はこれ、ウェブ会社だもん。わかるんですか？で、シーリングとかきちっとやって、防水やると、いくらぐらいになるんですか？156ですね。で、防水も、これでいいんですか？いや、これ、ですね。これはトップコートかなんかと。すみません、これ4月でいいの？今日、7月なの？最近はね、ですね。7月になってから、ここを、4ってずっと書いてるんですよ。なんかおかしい。大丈夫です ?7 だよ。もうびっくりした。あ、なんかインチキかなんかであるんです。なんかクリーンオフとかいうのもあるでしょう、ね、僕らウェブもあるんですよ。やっぱりね、やめたいって契約書の。契約は絶対取らなかったな。もう4月って書いてある。お客さんが変なこと言うよ。4月って書いてあるじゃないですか。でも。そうね。まあまあ。いいですか。じゃあ、西田さん、会社の方にいつもいられるんですか？いや、ほとんど出てるのも多いですね。でも、支店長だったら、結構部下も何も多いですね。そうか。まあ、私も、この人が30年以上、30年。でも、塗装のことはすっごいしてますもんね。してます。うん、塗装のことしか知らないですよ。やっぱりそうですね。すごいですね。あとは、安心できるか、職人さんが ね、しっかりしたところで。職人は大丈夫ですよ。私はしっかりしてますから。しきみさんはしっかりしてるけど、塗装のことは分かってるけど、なんかね、ちょっと心配なことが。防水と防水でプラス6万。シーリングは、結局はだから、私もこれ、部分的なシーリングしか書かなかったんで、その、ちゃんとやってまおうと思うんですよ。屋根もカバーになると値段が違うんだよね。それもちょっと、変えていくよね。わかります？バレますか？契約決まったら払うか。こうお客さんによりますよね。その半分払う人もいれば、終わってからの人もいるし。あ、また3分の1とか。どっちでもいいですか？まあ、まだ工事時期にもよりますよね。ま
先に払っちゃうのが本当はいいけどね、やっぱり。ただ、心配だよね。ただ、会社がね、ちゃんとしとる。お金払ったけど、何にも。ウェブの世界なんかもしょっちゅう、僕も下請けだいぶ使うもんで、ね、これでも1000万ぐらい払ってね、先払いで。うん、これ何にも、もういけるから。もうウェブはもうそんなんですよ。今、個人でみんなやられるから。で、技術は結構高いと思うんですよ。で、3ヶ月スパンのね、仕事とかあるもんですけど。うん、塗装屋さんはまあ、それなりに倉庫とかもあるんですか？材料とか。職人が点々としてるんで、職人のそばで置き場を作ってやってますね。うん、長くでは置き場なんか作れないんで。あ、そうか、事務所なんか。そういう、なんか取材センターみたいなのに確認することってできるんですか？それはできないですね。それは面白い質問ですね。それは面白い質問です。何て言いました？それは面白い質問です。あれ、すごいな。すごい。いや、そうだもんね。そう、今ならずっと聞いてない。じゃあ、これだけ、シールに聞いちゃうから、あずっと。お腹痛い。お腹痛い。シールを出す。でも、取るのも、逆に来るのかな、俺なんか心配だって。これは作ってんじゃなくて。何回通したの？これ持っとるんですよ。あ、そうなんですか？なんか修理にいいよね。いや、言いますけど、作ってる業者は一件もありませんから。要は、日本ペイントは日本ペイントと話をして、コラボしてるみたいな感じです。そう。要は、作るのは日本ペイントで、うん、ラベルを、フォームテックの名前貼ってくださいとか、グランサーの名前貼ってくださいとか。なんでその名前を変えるんですか？うん。それでわかんない。なんかわかりづらくて。まあ、会社も欲しいんでしょうね。わかりづらく、わかりづらく。なんかそういう風に取っちゃう。ああ、ね、そうね。名前がわかんない。うん。結構あるじゃないですか。ウェブの世界も結構あるんですけど。うん。コードがね、自分にしか分からないようにコード書いちゃうからね。はい。あるんですよね。そうそう。一回聞いて、変な質問です、ね。ちょっと待って。すごいですね。それは面白い質問ですね。それは面白い質問。何質問したんだろう。びっくりしちゃって。で、シーリングを全部やってもらうと、156万。あ、シーリングもこれ12000円のままでいいんですか？もう、全部やると。他の中で、要は、コーチの手間で、もう私見てるんで、要は、我々の玄関の中で、もう多分、3人くらいできるんで、3人くらいが。なんでこの100万円も違うんだと思って。向こうはすごい高いのか、こっちが普通なのか、それもわからないし。普通だと、もううちよりも安いと思いますし、高いと思うんで、普通だと思いますね。一般にきっと。で、お客さんの中では、お宅高いよと言われる。道場さんは安いんですか？え？二階道場さんは安いんですか？高い。高いんじゃないですかね。聞いたら、断りにくくなるから、ね。安いと思いますけど、結構、私が知ってるお客さんは、もう、足場、組んで、帰ってもらったとかね。中止したとか。そう。何が、なんかいろいろあたらうって。足場をかけて、うん、足場かけて、もう塗装し洗浄せずに、なんかやってたとか。洗浄せずに見るとか。うちはね、やってもらってたけど、高かったな、印象あるけどな。港区でしょ、あそこ。港区長区か、会社が。うん。町の方でしょ。はい。ね、で、それで知り合ったんですよ、僕。うん。その刑事みたいなところでね、知り合って。で知り合いになったんで、ちょっとやってもらったんですけど。あんまりだね、じゃあ、あそこ。聞くとね、ネットで変なちっちゃいところ頼むの心配でしょ、逆にね。せっかくだね、長い付き合いになるところがいいので、うん、このところが決まるとね。そうだね。行きましょうか。はい。行きましょうか。うん。ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。忙しかった。忙しかった。まず30分待とう。11時半です。でも5分遅刻してる。そうそうそう。まさか遅刻とはと思って。いや30分前から待ってたけど。はい、やりましょう。はい。もうやめ。で、ちょっと僕ね、あともう一つは図面で僕もちょっと平米測ったんですよ。はい。ほら、全然平米が違うなと思って。はい。290だけど、どう考えても。290? いや、見積もり書がこう290になってるじゃないですか。はい、はい。で持ってきてくれてるやつは290ですもんね。はい、そうです。で、足場が400平米ってなって、この内訳をどういう風になってるのかなと思って。内訳というか、ですね。壁総面積が、ベランダの表裏入れて、はい、
357なんですよ。357はないでしょ。これ測りましたよ。ベランダもいられてですか。ベランダもてるいくついくつした。いや260か50ぐらいになりましたね。窓も全部引いて。どう考えてもどう考えてもこれ何メーターですか。このまあ4面で計算したんですよ。4面で。はい。ぐるっとですね。これサイズ出てます。出てます出てます。9.1 ですか。6.3 ですよね。これ何だろう。9の。これなんですか。ハテナ。なぜなぜなぜ。ハテナって書いてある。なぜ。ハテナじゃないですか。いや間違っとるなと思って。ベランダが、いや320ぐらいありますよ。だってどう考えても見てくださいよ。これ今これ、あの9でしょ。6.3の9じゃないですか。6.3 9.1 でしょ。6.3足す 9.1 ですよね。15だもんね。でかける2で2ですね。まあ、1周出ますよね。高さ僕も9メーターでかけたんですよ。9メーターないとこもあるけど、277.2 じゃないですか、うん、ですよね。だってベランダいやで窓引けるじゃないですか。全部窓引きますけど、その前にベランダの内側とか言うわけ。ああ、まあそれ入れましょうか、ね。うん、どんだけありますか。ベランダで33ですよね、はい、310、うん、でそこから窓引くんですよね。大きな窓引きますよね。全部これ引いたらもうすごい数じゃない。細かい窓はこういうのは引かないですよ。なんで引かないですか。塗るの？え？塗るの？塗らないです、塗らないです。いや、我々、いや、細かいって言ってて、でも全然違うんだよ。40、50ぐらい違ってくるんですよ。だいぶ違うで。310。今いくつって言ってました？今310ってことは20しか引いてないですか？20ってことは、大きい窓1箇所でこれ5、6平米ぐらいあるんじゃないですか？ありますね。ですよね。4箇所しか引いてないってことだよ。うん、もっとあるじゃん。上だけでも8箇所ぐらいあるね。2階、3階の出窓だけで。1、2、3、4、5、6、出窓で。うん、そうですよね。310でも200僕測ったらだって260だ。ぴったりだよね。 50ぐらい引けたんですよ。これもっと引けるわ。細かいの俺こんなもん計算しないですよ、うん、この大きいやつだけで何メートルだったのかさっき、うん、2.5 の、ね、2としても 5ですよね、うん、1箇所。そうすると1、2、ここ3だもんね、これ、はい、3で雨戸もあるもんで4、5、6、これも出窓だからね、うん、1、2、3、4、5、6、はい、7、8、で、9みたいなもんね、うん、で、9を、もうそんだけで45ですよ。だいぶ引くよ。で、270ってことですか。いやいや、ここしか引いてないじゃないですか、まだ、うん、これあと全然引かない感じ。あ、これも ここまでですもん。で、ここも全部窓ですよね、うん、これで、これだいぶあるでしょ。ここもだって大きいやつあるじゃないですか。どう考えても、いや、30平米、40平米ぐらい違うな。253の今の話だと、255ぐらい。で、僕は250、60です。まあ、それ、ね、プロのやり方があるので。プロというか、あ、ごめんなさい。言い訳じゃないですよ、うん。あの、例えば、ここ、細かいところとか、引かないですよ。あの、うん、ね、寝てもらう話じゃない。材料だね、あれが。もちろん、もちろん。だいぶ違うでしょ。50平米違ったら、1本違うんだもんね、材料。そうですね。ただ、じゃあ50平米ぐらいって言ってますもんね。でも、例えば260平米でも。どうやって材料注文するんですか。平米見て注文するんでしょ。そうそしたらだって、うん、でも材料余っていっちゃうじゃないですか。いや、これは、ですね、ちょっと私、本当なんですね、はい。ですけど、ここで7巻とありますよね、下塗り。うんうん、例えば、ご主人言うように、260でいくと、うん、ALC なんで、5本じゃないですか。やっぱり吸い込み多いんで、やっぱ 6.5 ぐらい見たんですよ。5本でしょ、50平米に見たら。いや、50平米いかないですよ。いくでしょ。いや、この間で撮ったじゃないですか。50から60ぐらいはいくよ。いや、そうです。いや、下塗りは上塗りです。それだって平米が変わっても同じ材料の関数しかいかんっていうのがおかしいもんね。なんで、じゃあこれ、じゃあこんだけあったら足りないじゃないですか。でも、290でしょ。200ね、60でも6巻いるよっていうことは、うん、290だったら7巻いきますよってことを言ってるわけですよね。じゃあ30平米も違うの、1割以上違うんだよ、うん、
で250、まあ、俺は分からんですよ、プロが見てもないんだけど、いや俺は測ってあんまりにも違うね、45ドロッカンで260でもう吸い込みが激しいもんで6巻やりますよってことは、じゃあ吸い込みが多いんだったらこれこのヘビだったらじゃあ7巻やりますよって出してもらうんじゃないですか。これは6巻で出してんだもんで、うん、それ自体言ってることがおかしいよねって。ちゃいます、うん、あの、まあ、6巻でもしかすると足りない可能性もありますけど、まあ、6巻とするじゃないですか、はい、で今度じゃあの下塗り終わった後のペンキ、はい、これが、260で計算すると、はい、5.2 巻ですよね、はい、260、50で割ると、はい、で私6巻で計算したんですよ、はい、4キロ巻もありますよね。ありますよね。ただこういう現場で多数を4キロ巻で持ってくることないですね。あ、そうなんですか。もう最後にどうしても足りなかった残った、はい、こんだけ、うん、1巻もいらないなと、4巻もあればもうそこで寝れるよという場合は頼むことあるでしょうけど、まあ、そういうことですね。その時は16ですね。これ ちなみにこれ関数出てるんですけど、これちゃんとあの目視で確認できるんですか、自分の目でね。自分で材料ですか。材料はもちろんあの持ってきた時あの大体我々庭先で塗料を並べてあの用意したものでも写真撮るというか、あんな関数は確認できるということですね。で終わったら、逆に言ったら終わったら潰して、それも写真撮るんですよ。例えば、私が7巻言ったら、まあ6巻ですわ。6巻で言ったのが、本当に6巻使ったかどうかってなるじゃないですか。で、お前余ったりするって言ってましたよね。え？余ったりするって言ってましたよね。余ったりしました。だから、どれぐらい余ったとか、いうものは、みたいな顔余ったりするとは、わからんもんな、余りとか。いや、だから、ね、値段はね、私、コロコロ変わってないから。もう一社で、だから本当に100万ぐらいちゃうもんで。うん、で中塗りと上塗りは見る人が見れば、見る人が見るとかじゃない、よく見れば艶が違うんで、うん、分かりますよ。ああ、そういうことですか。塗った後に塗ったのと一、うん、回塗っただけだと全然表情が違うん で、うん、でそういうハケみたいな狭いところでちゃんと塗ったりもちろんですね。一回全部ローラーで当たって、ローラーで当たってあの、ダメ込みといってこういうローラーの排除機の営業中のマサロンを手の方がいいですよ。あの、すいません。9割は。あ、ごめんなさい。その顔の顔で。いや、でしょ、普通は。俺も仕事でお客さんのとこ行ったら、そんな顔しんよ。いや、ちょっと私はもう向きになって。向きになってこと。それは何ですか、原価。シンガーの原価が入ってる。安いね。いえいえ。原価。俺も商売やってるんで分かるわ。でもあんまりこんな見せてやりませんけど、普通は隠れてやるんですけど。だいぶ安いね。うん、でも 赤字で買うんでしょ。まあそれそうですけど、だいぶ安いじゃん。これ塗装電話でしょ。いや。これ何 ?25。二重か。二重って取ったな。まあ、なすごいですね。まあいいですよ。いや、いったぞ、塗装なんて。あとは屋根が。防水で。防水なんか10万円できるんだ、原価。10万じゃない、6万じゃない、材料が合うんで。どこが材料が合うんでしょ。え、いや、さっき言っとったね、ここは2人材料って言ったな、うん、これ、これ何でこれが、まあ、いや、もういいですよ。叩いたら分かっちゃうよね。でもネット見たら、ネット見たら分かりますもん。置いててください、それ。え、置いててくださいって言ったら、ね、すごい、半分や半分残るね。半分な、そんなこと絶対ならない。まだ屋根とか何もやってないですもん。もうちょっと考えてないくらでやってもらうな、これな。これがあるしね。どうですか、屋根。いや、そこの出窓があるんで。屋根ですね。まあ、そっか。ため息が。いやいや、ため息が増えてきたっすね。喋ったね。あ、時間大丈夫ですか。もう11時半ぐらいにはもう出てからなんですが、はい、結構かかったね。ちょっとおしゃべりついて。あ、ごめんなさい。いや、大丈夫、大丈夫です。うわぁ、きついな。きついですか。それ足したら、これ足したら、それきつくないじゃん。いや、まだ足してないです、ありません。
行くか。そうか。塗装でもこれ。あと塗装でもこれ26だったら一発じゃないの。下塗り一発じゃないの。下塗り中塗り一発で26年手間だったら。じゃあ中塗りいくらなんですか。いや中塗りこれあの塗装でもでしょ。これまだ塗装だなって言ったと思う。でこれなんとかだなって言ったと思う。いや俺聞いてるんだよちゃんと商売ってことわかるんだもんね。だから、まあ、まあね、システムもそうだもんね。まあ、まあ、ね、あのコーダー、デザイナーね、コーディングする人、デザインする人全部決まっとるんでね。喧嘩出すのに塗装の職人でもでしょこれ。塗装でって言ったもんね。まあ、そんな安いんだね。ね、26でいける。そんな安いんだね。3回もらうのじゃないの。いやまあ別にいいんだけど、着陸があるのは全然いいんだけど、別にそれね、要は職人が僕でも、僕あウェブがちなみに粗利率 70% ぐらいですよ。どうですか、ウェブベースすごいですね。逆半分は残すでしょうと思ったら、もう商売上このうちの半分、うん、100万残す、うん、絶対ないですね。調子の会社潰れるじゃないですか。いや潰れはしますよ。で、塗り替え道場に聞いてもらってもいいですか。半分でしょ。え、半分でしょ。いや全然違いますよ。塗り替え道場3割って言った。3割って言いました。あ、じゃあ結構塗り替え道場さん結構安く、3割じゃやれんなと思ったもん。僕でも 70% ぐらいまで取ってもね、うん、儲かるけど、うん、いや塗り替え道場さん今の値段で3割儲かってるんですよ。3割ぐらいって言ってました。ああ、3割まあ残らんと思うんですけど、うん、もちろん保証だから20ぐらいないですか。保証とかああいうのとか、うん、ああいうのがあるもんで実質3割じゃないけど、まあ、現場としては3割。あ、そこからもう保証とか全部引いていくと、うん、順利でいくとそう下がる、ね、下がるですよね、うん、2割切っちゃうからね。そうかもしれない。大まかなら道場行った方がいいね。ん、道場が安い安いってね、道場行った方がいいじゃないですか。いや結構私ネットで嫌なんだ、あそこ社長がうるさいよ本当に。あ、そうなんですか。うん、これ200これ足したら残るじゃん。え、まだこれまだここに足りない。何があるんですか。もう無理じゃないですか。これまだ屋根も足してないし。いや、屋根は分かりますよ。逆に見てる、見える。見える見える全然見える。そんなとこ書いたら関数は商売って。普段は私もそんなお客さんまで来ないとやりませんよ。ボスもあ、まあお客さんですけど、すいません。お客さんの前でやる。正直言うと、お客さんっぽくないですか。え、これね、14万だよ、ね、これ6万って人だもんな、私も。やっぱ倍だな、やっぱ。そんなことないですよ。6万ではやってやらないじゃないですか。あ、こっちだったっけ、10万の方だったっけ。6万はだな。24万じゃないですか。いや、24万じゃない。俺ここでボスって言ったら覚えとるもん。これ辺材料だわ。あと、まあ、塗装230万足、あ、そうそう、塗装足場ってたね。足場が25万でできるんだ。そんなに儲かるんだね、やっぱ。そんなに儲かるんだね。足場25万もかかる。足場僕知り合いで紹介しましょうか。めちゃくちゃ安いよ。いや、いや、うん、まあ足場も、足場屋さんはね、本当に僕昔からの、あのね、中学校からの同級生が、うん、足場屋さんやってるんですよ、うん。で、本当に別に頼んだらこんなのが本当に10万円ぐらいでやってくれる。やらないでしょ。いや、それは僕友達だった。あ、友達だったんですか。だけど平米400円ぐらいでやるって言った。へぇ、400平米だもんね、シシ16万円ぐらいでやるって言ったよ。そっから下請けしかやんないもんで、まあ、事故起こっても保証できんとかね、俺はまあそこに頼まんけど、うん、基本的には従業員、職人さん50人ぐらいかかってるもんで。ただ、そう、お友達だからその値段でしょ。そんな、そいや、あの下請けでどれぐらいやるのって言ったら400円ぐらいって言った。階段込みで、うんうんうん、でだったら紹介してくれって言った。あ、400円で やらせてくれるなら、その代わりにあのヘビあのごまかしなし値引きなしで、うん、もうそれマックス、あの、うん、底値が400円、大体、うん、塗装屋さんってでも外壁平米で持ってくるとか、うん、それはいかんよって。足場平米で400円だったら、そうそうそう、うん、もう紹介してくれてもいいよって言った。それメッシュシート込みですか。メッシュシート込みで、込みで、うん、安いって言ったよ。むしろ今日今が仕事行かれて、うん、出かけられて、うん、あの今日一日忙しいんですよ。うん、まあ、忙しいな。本当今日無理して出てきたもんね。いや、いいよ。一遍あのまあ道場さんだけ声かけたろうかな。かけて。まあ、まあ、電話で言おうかなと思って。まあ、会うともう多分もうサイン書かされちゃうもん俺。でこの金額言うんですか。いや、俺はそういうことしない。本当に、ね、お願いしますよ。知り合いだけちょっと聞いたもんで、うん、で昔からの友達って言ってください僕ね。もし何か聞かれたらね、電話かかってくるかもしれない。あの社長青だべ。どこに頼むんだって、あの塗り替え聞いたるわって言って、会社名教えろって言われるとかね。多分してみますよ。あ、ここのグランさんも昔塗り替え同士さんが電話出してですもん。え、本当ですか。なんで要は塗り替え同士さんはその下請けを探してるわけですよね。ああ、でうちで要は電話の塗装業
片っ端から電話とかファックス流してるんですよ。でうちにも来ましたもん、うちが支度にならないかみたいな。あ、そうなんですか。でやれじゃないですか。だって塗り替え同士さんは自分でやらないじゃないですか。あ、その下請け行くわけでしょ。職人さんかかってるよね。でもあれホームページとか見ると多分下外注使うんじゃない。なんでじゃあうち外注もしっかりあるんで、うん、通す必要ないじゃん。そういうことですね。だから向こうは分からずに電話しよう。ああ、そういうことだ、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お忙しいのに。ありがとうございます。はい、こちらこそ。ありがとうございます。でお手数であのお電話もしてます。あ、はい、ありがとうございます。お願いします。お疲れです。あ、お疲れ様でした。疲れました。本当に結構攻めたでしょうね。もう攻めた攻めすぎ攻めすぎ。でもめちゃくちゃね、言っとることは言っとることめちゃくちゃなんだ。ちょっと私は分からないんですけど、また編集さんにね解説入れてもらうつもりではおるんですけど、うん、はい、まあこれ最後まで見ていただいた人は、はい、っていうのをカットで疲れましたけど、とにかく疲れました。はい、途中でわけのわからんシリが出てきちゃったんで。シリが出てきたんだよ。シリが笑ったでしょ。シリがそれはいい質問ですねって言ってたもんね。そうそうそう、それは面白い質問ですねって。あ、それ面白い質問ですねか。もう笑わせてもらっちゃってこれだよね。笑っちゃダメだと思うけど。でもちょっと疑っとったよね。ちょっとそうでもない。そうでもないと思うけど、うん、そうそういうことで、関係の人かなとは思ったかもしれないですね。またじゃあ面白い企画があって、ね、組んできます。また京子ちゃんもどんどんドッキリ、はい、また出ますので、はい、はい、また見てね。